よし、もうこの辺から録画スタートするから。もうこんなのがあるかどうかないとな。あれ、録画スタートしないの、明日。金沢駅ですね。金沢県立音楽堂だし、ねえ、ゆきさおり、ねえ、こんなところでやったら気持ちいいだろうね。人いっぱいいる中でね。まあそんな贅沢は言えないもんで、まあ私はそそこそと。長通りすぎる道端で何曲かやって帰りたいと思います。すごいね、結構立派な駅だね、なんかね。JALのホテルがそびえ立ってるね。そびえ立ってるね。いるね、人ね。あ、なんか
テレビで撮影してるね。あ、なんだろう。なんかテレビ撮影してるね。何で後ろ撮ってんのかな。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
立ってるね。お疲れちゃんです。はい。ねえ、やっぱちゃんと先輩には挨拶するね。学生だからね。まあ、明らかに俺の方が大先輩だからね。人生もね。田中駅も立派なもんちゃんですよね、これね。あらね。なかなか立派なもんじゃんですよね。綺麗な街を。あ、ホテル、あれ、ホテルでかいね。あれ、JAL のホテルかな、これ。そびえ立ってるね。そびえ立ってるね。そびえ立ってるな。実にそびえ立ってたね、今ね。あ、これ、アナ。アナクラウンプラザって書いてるな。ほら。そびえ立ってるね。そびえ立ってるね。そびえ立ってたね。よいしょ。そびえ立ってるわ。実にそびえ立ってるね。石川県立音楽堂だっけ。ねえ。こんなとこでやったらおしっこちびっちゃうね。ねえ。俺はあれぐらいがちょうどよかったですね。こんなとこでやったらほんとおしっこちびるよ。こないだみたいにうんちまで漏れちゃうかもね。こないだ、間違えて。うんちピッて出ちゃったからね。たまったもんね。たまったもんじゃん。最後まで雨降らなくてよかった。別に、やったね、今日。やったね。やったね。まあ、ここはめったに来ないからね、石川県の金沢市なんてね。まあ、何人かね、立ち止まって見てた。けど、全然この頃、サバ缶前に置いてても、お金入れてくんねえんだけどな。
なんでだろう。ね、今度ここで。ここはもうね、メッカンかなと思うんだけどな、俺。ちょっと雨降ってきた。ここがもうこれで、いいとこ。